庭質疑は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。棺家庭家初代。岩崎城、天文十九年、庭氏勝の長男として、尾張国岩崎に生まれる。父の後を継いで、織田信長に仕えた。天正八年に、父、氏勝が信長の歓喜を被って追放されているが、質疑には、その影響は及ばなかったようで、以後、 織田信忠の家臣として使え、天正十年の公衆聖伐では、木曽義政、織田長政らと共に、信忠軍団の一員として、武田領内へ侵攻している。本能寺の変で、信長が死去した後はその次男、信尾に仕えて、各地で武功を挙げたが、信尾と対立してその歓喜をかぶったため、翌天正十一年に、徳川家康の家臣となった。天正年の小牧、 長久手の戦いでは、岩崎城を弟、四重に守らせ、自身は家康に従って、小牧に赴いて、武功を挙げた。しかしこの時、池田恒興と森長吉の猛攻を受けて四重は討ち死にしている。その後、家康の取りなしで再び信夫に仕え、伊勢国内に七千国を与えられた。しかし小田原征伐後に信夫が改役されると、 再び家康の下で仕えようと、豊臣秀吉に懇願したが、秀吉の命により、豊臣秀治に仕えることとなる。この時、長男、獅子を家康に仕えさせている。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、質疑は東軍に属し、家康より、尾張、三河を結ぶ、重要拠点、岩崎城の守備固めを命じられる。また、家康の命により、西軍、 石田三成に味方する岩村城主、田丸直重の攻撃に備えるためつまきよただの、無機状の防備を強化する工事のため数百人の妊婦を送った。その後、関ヶ原本線にも参加した港により、三河国以降に一万国を与えられ、その初代藩主となった。翌慶長6年3月19日に死去。享年52、あと、次男、死神が継いだ。 資料総欄第11編の913-292ページ、武功屋はによる。尾張市では、一岡聖吉の子で宇治勝の養子氏とある。第2本資料第11編の3914ページ、テーマ展武装大阪城天資格収蔵部具展、大阪城天資格特別事業委員2007年、P61。ありがとうございます。